お渡ししたいなって思っただけなんですけど、そう、どうしたんかなって。はい、豊田と言います。すみません、はい、の先輩です。すみません、あのこの前あの勉強したいでも勉強しても一緒に見えない。すみません。まあね、せっかくですから。そうですね、なんか今日さんも見えると思ったんだけど、そう、仕事なんか用事があって、そうか、そしたらそんな時間いいけど新聞だけ渡したいなと思って、だから全然立ち位置できない。私分かんないんで。まあ次回その人も会いたいですね。ぜひ。うん。もうとにかく、あ、こうなったらね、俺もその前も言ったけど、今までの方針と変えたから、このもう向こうの一番の、まあ押してくるところ、そこをもう正面突破しようっていうことに変えたから、何度も何度も実験したいわけよ。まあ、今まではそこはもう置いといてこっちはどうっていう、どんな人でもやっぱり回数こなさないとこっちは磨かれない。だって向こうの組織だって、驚愕がどうのこうのなんて人はごく一部なんだから、ほとんどはどうでもいい人たちなんか、だからそういう人たちに、そういう人たちがたまにひょっとネット見た時にと自分と同じレベルの会話じゃないと、あんまりこうぶっ飛んだ会話やってても、もう一回名前は豊田というんです。はい、昔さんざ飛んだ、僕もあのホッケ校としてね、さんざその愚行に飛んで歩いたから、そうそう。何年なんですか？僕はね、昭和55年からです。長い。うん、だからもう40年ってことになるよね。いや40年、まあいろんなことを見てきましたよ。まあ元々僕はもう草加だからね、出身は草加で、やっぱりもともとやっぱ違和感があったわけですよ。50人ぐらいだったんですよ、総本部を渡して。そのくらいで、その前からすごいいろいろあった。いや、もう完全に立ち終わってて、で、あのいろんな問題も収まって、で、一応学会も表向きはお山に頭下げて真面目にやってきますって言ってた頃だから、僕が入った頃っていうのはあからさまに、あの池田大作のああいう、あのなんですか、画研っていうか、ああいうものが横行してない時だったね。まあそれが良かったですよ。で、学生部だから割とその純粋に御所とか真剣に勉強するんですよね。それで、まあ、まあ、真っ当な日蓮召集の信仰を若い時にやりだしたから、だからやっぱりね、学会にずっと違和感があったわけですよ。この、まあ、一応学会で入ったんだけど、何年ぐらい入ったんですか？55年。そうだ、だから日蓮召集創価学会に入って、ほんで平成3年の時にもうバーンって辞めて、あの平成2年で2職の壊されて、神の壊したのはもっと後です。あの不思議な神の、あれはね、平成10年です。平成10年、うん、そう、平成2年は要は創価学会がとうとう牙をむき出してきて、で日蓮聖人が創価学会を破門にして、それが平成2年、3年で、その3年の時にもともと違和感があったし、本当に池田さんに対しては何のその信仰心もなく、みんな中が池田大作教になってるのを変だ変だってずっと思ってましたから。でもあの時からだと結構池田教できてる人もいますよね。池田教できちゃってる、うん、もうほとんどそうですよ。だからほとんど 1% も満たないんじゃないですかね、辞めた全体の学会員からして辞めたって人は。最近でだいぶ増えてきたけどね、当時は本当長野市中で学会辞めたの2人だけだった。まだまだ学会がね、うん、まあもうなんつうか、長いものには巻かれろって感じになっちゃうんですよ。まあそこから近い信仰心があってやってんじゃないから、ほとんど学会には組織活動だけだからね。ね、選挙と、そう、選挙、新聞、財務、そうですね。俺がよく笑うんだよ、創価三大秘宝だって。秘宝は悲しい報いっていう。うん、だって本当だよ、みんな大学でやめた学会、もうその通り。もうね、やめられない差がというか、ね、いろんな権力があるから助けてもらってられる。そうそう、仕事上とかね、もうこうがんじがらめになってるとか。
よっぽど勇気出さないとやめられないですよね。今はね、そんな感じでもなくなってきて、まあそれでもね、残ったもう残ってる人たちは さらに信仰心がない人が残ってるから、だからもう本当に組織上のただの横のつながりだけで、新人の喜びとか新人にためってないから、なんかみんな学会だったから自分も学会で、うん、名前はあるけどわからないって、うん、何を教えとしてとかやってるのか、もう池田大作がすごいっていうぐらいにしかわからない、うん、でね